CM11 は中華民国が開発した国産第2.5世代主力戦車の名前。愛称はイサムトラ式戦車。アメリカ軍は M48H としている。アメリカ合衆国より供与された M60A3 の車体に M48A5 の砲塔を設置したもので、キューポラもアメリカ製の M1 キューポラからイスラエル製のウルデン車製キューポラに換装されている。 1988年から生産が開始された。台湾陸軍は M60A3 の完成品導入を希望していたが、米中関係を懸念したアメリカ側の判断でなし得ず、本社は一見 M48、M60 系の回収型であるイスラエル国防軍のマガフを思わせる戦車となった。しかし、実際は M1 エブラムスに匹敵する。 先進的な射撃統制システムを備えており、砲塔が M60A1A3 より軽量であるため、出力重量比が向上し、機動性も高くなっている。近年は、フランスのネクスター社が開発した爆発反応装甲を装着したものもある。2016年8月16日、平東が試験で演習の帰りに橋を走行していた第564。 走行旅団所属の本社一両が無限軌道の異常により方向転換できなくなりバランスを崩し約3メートル下の川に転落する事故が発生したこの事故により5人の乗員のうち操縦士を除く4人が死亡した8月31日には第542走行旅団の車両が新築県の軍施設で死者を行った際 暴発とみられる爆発で方針が破裂する事故が発生したことが台湾陸軍第六軍団より発表された。ありがとうございます。